YouTube 史上一番大変な過酷な生理体験をしていただこうと思います。うわー、体内から血を抜いてもらおうと思います。自転車乗ってもらおう。ほんまに動かさんとってどういう、これで生理が体験できるの？これを一つプレゼントすれば、男性でも手軽に生理体験できると思います。マジで？はい。はい、皆さんこんにちは、大腸です。今回は最初いきなりなんですけど、はい、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。マジで、はい、ありがとう。マイマイからのプレゼント。あ、マイマイから。はい、はい、ありがとうございます。そのための動画、これ今回してます。そうです。はい、冷えピタ。はい、俺人生で初めて誕生日プレゼント冷えピタマジで冷えピタ。何？はいはいはい、ヒゲ剃り。はい、はい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 、あ、使わせてもらいます。ヒゲ剃りは使う、ありがとうございます。はい、はい、俺のプレゼントこれな、はい、けど、何これ、なんか見覚えありません？前これお前これ生理体験のセットじゃないのこれ。体調が誕生日で浮かれてると思ってちょっとこのプレゼントをしたんですけど、ありがとう。あの、浮かれさせてくれ、はい、誕生日ぐらい。え、でも、うん、体調もちょっとお母さんから生まれてきたと思うんですけど、そうやな、こういう女の人の生理がないと、うん、体調も今生まれてきてなかったと、うん、いうことで、うん、今回は体調に、うん、YouTube 史上一番大変な過酷な生理体験をしていただこうと思います。待て、また生理体験するの俺？はい、前回と前々回もういろいろちょっと試行錯誤して、うん、体調に生理体験してもらったと思うんですけど、あれきつかったもんな。ちょっと女性からしたら、うん、やっぱ一番は、うん、体内から血が出てると。そうやな、血がなくなって、うん、貧血状態になってるっていうところを、うん、まだちょっと体験できてなかったので。待て、貧血って体験できるのっていうところ、危なくない？それ、いや、でも女性はいつもそういう状態なんですよ、体が。なので、今回は体調にまずは体内から血を抜いてもらおうと思います。ちょっと待って、整理するないかどういう意味？血を抜くって何なの？早速、ちょっとある場所で血を抜くので、まず早速そこの場所に行ってみましょう。ちょっと待ってくれ。はい、じゃあ、それと来ましたけども、隊長。マジか。なんとなくお気づきかもしれないですけど、献血が出てできるということで。まあ、けど、はい、針とか血を抜くっていうこと自体は、うん、ほんまに小分の時から苦手やん。え、苦手なんすか？もちろん苦手やで。え、だって血って消防現場だとね、あの割と身近というか、うん、そんな感じするんですけど、そんなことでもない。その消防の時は火災予告とか救急要請とかそういうサイレン鳴ると、切り替わんねん、仕事モードに。あ、なるほど。だからそんなは全然大丈夫やねんけど、はいはいはい、プライベートでオフの時に血を見るのも嫌やし、うんうん、針なんかもっと嫌やし、あーみたいな。なんすかその可愛い感じ。勘弁してくださいよって感じ。生理の時って、うん、女性が血が出るっていうのは、まあ、もちろんご存知だと思うんですけど、うん、どのぐらい出るとかって知ってますか？いや、分からん。何ミリリットル？最低20ミリリットルが女性が血。最低でそれぐらい。最低でそのぐらいで。だから俺らも今回は20ミリリットルぐらい抜くと。ああ、すみません。あの、今回に関しては、うん、その20倍抜きます。絶対にあかん。笑うな。これね、僕考えたんですけど、体調って、まあ、男性っていうのもありますし、元消防で健康体、さすがに20倍の400ミリリットルぐらい抜いとかないと、ね、女性の気持ちっていうのはもしかしたら伝わらないかもしれない。その20ミリリットル程度は伝わらないかもしれない。オッケーオッケー、夕日、はい、お前改めて言うけどバカな、ほんまに。さあ行きましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。実際血400抜かれたと思うんですけど、うん、実際気分的にはどうなの？あ、なんかな、ちょっとお酒も飲んでないのに、はい、なんかお酒飲んでるようなふわふわとするような、なんか若干貧血まではな、なってはないねんけど、貧血気味っていう感じ、うん、あんま慣れてないからなんかな。貧血のここのスタッフさん、はい、
めちゃくちゃ優しくて、めちゃくちゃいろんなこと大丈夫とか言ってきたから、針自体とか血を抜かれたこと自体は未だにうんって感じやけど、はい、また来たいなってなったな。あ、そうなんですね、うん、行くか、行きましょう、うん、はい、ということでちょっと献血から今帰ってきたんですが、前回って血抜いてないじゃないですか、うん、ベストな状態からの生理体験やったから、まあ、前回はな。そうですね、まあ、ベストかベストじゃないかって言ったら分かるやろ、ベストなわけないよ。だって400抜いてるやで。うん、今回は女性で、さっき俺調べたんですけど、生理中にしたくないことって、うん、やっぱり外で買い物とか、うん、動きたくないっていうのがやっぱ一番あるので、うん、どんどんやっぱ動いてもらって、うん、YouTube 史上一番酷な生理体験っていうのを体調にはしてもらわないと、うん、やっぱ女性の気持ちをもっと理解するために、うん、女性ってけど確かに倒れる女性とかもおるから、救急車を助けに行った時にね、うんうん、はい、意識なくなったとかも普通に女性ではいるから、はい、まあ、そういう意味ではほんまに前よりかは女性の苦しみに少しでも近づくことはできるんじゃないかなとは思うね。そういうことです。じゃあもう早速セッティングしていきましょう。はいはいはい、うん、羽付きナプキンにこれは前回で言ったらここにジェルね、はい、前回のジェル、もう塗ったらいいの？ダメですよ。なんでやねん。これジェル塗るんですが、今回塗らんでいいの？今回は、うん、こっちをちょっと塗ってもらおうかなと。何これ？これね、ちょっとモザイクかけてるんですけど。は？このジェルに血のりを垂らして、よりリアル感をちょっと出そうかなと思うので。これちゃんとモザイクいるで、ゆうき、あの。そうです、これちょっと苦手な方もいらっしゃるかもしれないですね。そうそう。血、絶賛今の生理で苦しんでる人がこの動画見ると、うん、見たくないっていう人もおるから、うん、これをじゃあちょっとまんべんなく。え？行ってきます。タップで。はい。うわー、うわー、お久しぶりや。これズボンも履くやろ？ズボンも履いてください。うわー、やばい。うわー。よし。前回と同じやってよ、それは。ということで、じゃあ冷えピタを、お腹周り、腰まで張っていくと。ほんまに思うけど、冷えピタ次の日、ほんまにお腹壊すねん。うわぁ、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 ほんまに動かさんとって。動くたんびに、確かにこっちがね、そうギュルッとしてると、うん、よいし、終わりました。はい、ちょっと一回立ってみてください。安定感的に問題ない。立ったか。え？え？こっちが、あーっと影響出る、うん、重っ。あー、いいですね。腰重そう。これさ、腰重いプラスアルファここに圧迫されるとどうなる？冷えピタがえぐい。確かに、めちゃくちゃ熱取られてる。はい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 、これはまだ生理っていう状態なだけなんで、確かにな、うん、女性はこの状態で何かをしなきゃいけないと、うん、で今回はテーマとしては YouTube 史上一番過酷な生理体験ということなので、うんうん、まずはこの姿で自転車乗ってもらおうかなと。危ないで、これで自転車乗るとこっちに俺神経いってるから、はい、安全管理できる？でも女性安全管理してますからね。確かにな。うん、さあ行きましょう。よし。はい、まずはちょっと自転車を用意しているということで、うん、これに乗ってもらおうと。マジか。ちょっとお腹冷えるし、今外の気温何度？めちゃくちゃ寒いねんけど。今日めっちゃ寒いっすね。寒いのか、これ冷えピタなのか、どっちっていうぐらい、コンディション悪い。どうどう、やっぱ座ったらやばい。あの、体重乗せるまではそんな違和感ないねんけど、うん、ちゃんと体重乗せると、奥に食い込むというか。あー。もうめちゃくちゃ理解してる。ほんまに。行きましょう。よし。うわ、やばい。ここだけでもやばい。え？動くから。あ、ナプキン動いてる？動く動く。
腰はどうですか、重いですか。当たり前に重いって。当たり前か、そうか。腰重いやろな。当たり前に重いって、それは。輸血されてんの覚えてる、そもそもみんな献血されてるわけ、はいはいはい、そう、なんか献血な、うん、ここで自転車は大丈夫になります。一回降りましょうか。よしよし。その生理中にやっぱやりたくないことの中でかなり上位に入るんですよ、会話。そうなんや。動きたくないというやっぱ意見多いのでね、うん、それチョコから体験してもらおうかな。よしよし。みんなでみかん食べよう。ありがとうございます。美味しそうですね。揚げ物、ポテチ。お前、これやろ。これやろ。これです、うん。これあかんねんな。これがあかん。覚えとこう。あとはケーキとか、うん、全体的に味の濃いものはやめた方がいい。はい。激辛料理とか刺激物、うん、アルコール、うん、カフェインを多く含む飲み物、うん、なるほどな、やめた方がいい。鉄分の入ったヨーグルト。ああ、ヨーグルトな、うん、確かに。あとは茶碗蒸し、うん、サラダ系ですね、うんうん、おにぎり、サンドイッチ、あったかいスープ、うん、あとはやっぱカフェインの少ない飲み物。なるほどな。こういったものをね、摂取してだからまずヨーグルト買いに行きます。はい、はい、行きましょう。こっち、はい、一旦これは返します。はい。ちょっと待って。卵スープやね。卵スープ、うん、これか、うん、ほんまに動画では伝わらないのな。めちゃくちゃお腹冷えてる。あと腰重いそう。重いよこれ。買い物終わった後は、うん、運動をしてもらおうかなと思います。待って待って、今の俺の状況を理解できてる？できてますよ。女性って、うん、学校とか、うん、女子の高校生とか学生とかも生理って当たり前にあるんですよ、うん、その時に体育あるじゃないですか。確かにな。だからそれで休んでる人少なかったよな。確かに休めてる状況も今はあるんかもしれんけど、昔なんかないし、今もまあないところないかもしれんな。そうですよね。じゃあ行ってきます。はい、よろしく。うわっ、あと2周行きましょう。ラストです、ラスト。やばい。はい、お疲れ様です。よっしゃ。どうですか。あの、これ悲しくなってきて、はい、走ってる時、女性の気持ちを理解せず、なんか体育とかでもあいつサボってるなとか、はい、全然しっかり走らんやけとか、こういうのって今さ、はい、この時期やったらマラソンあるやろ。ありますね。当たり前にマラソンって男もやんねんから女もやれよみたいなを思ってきたタイプ。でもほとんどの人そうじゃないの、男って。全然女性のことを理解しない、女性に対してめちゃくちゃ申し訳ないなっていう気持ちが一気になんか3周走ってる間に、なんでこんなことも想像も一つもせず、なんか寄り添われへんかったんかなと思うと情けないなっていう。そうですね。早い子で小学校3、4年生ぐらいからのイメージやから、うん、まあ、分からんで、うん、ほんまに適当やけど、12歳ぐらいから50半ばまでが生理、うん、どう？そうですね、まあ、だいたい近いです、うん、あ、近い。だいたい10歳から15歳ぐらいに初めての生理が来ます、うんうんうん、女性は妊娠期間は生理はないので、うん、まず除いて、まあ、大体40年間なので50歳ぐらいまで、そうです、50歳ぐらいまで毎月続く、はいはいはい、大変やな、ほんま、はい、生涯で450回から500回を経験。やばい、これやろ。そうです、その一、その期間。うわ、大変やな、これ。
率先して行動してほしい。あの自分のこととか、うん、家族のこととか。はい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 。分からんけど。いい答えですよね。僕情報見て、うん、見てるんですけども、答えとしては、うん、その時によりけっていう答えなんですよ。ああ確かにな。そうそう。長引いたりしてる時もあれば、うん、その日その日で体調って変わってきたりとか、何かしなきゃって気使われるのも嫌みたいな。うん。っていうのも直感あるみたいなので、うん、もしパートナーさんが辛そうにしていたら、まあ一番は話を聞いてあげること。うん、うん、確かに。今めっちゃ腰とかがあんねやんか。はい。どんな感覚伝えたらいいんやろなっていう今、まあ、確かによりけりやな。そうなんです。うん。まあ、体調一回電気でね、内勤してると思うんですけども、うん、これも答えから言っちゃおうかなと思いますけど、うん。これね、やっぱ人によるっていう。それな、個人差があるっていうのは、うん、確かにいろんな女性が言ってるよね。だから軽度の人やったら生理なんか別に大丈夫、我慢すればいい、うん、私だってしんどいけど我慢してる、うん、で重度の人はもう本当に仕事もできない、うんうん、学校にも行けない、うん、っていう女性でも理解されてないっていうことが今の社会問題じゃないかっていうのは、前回の生理動画をアップして皆さんのコメントを読んで俺は知れた。そうなんだ。一旦座ります。あれ若干、はい、ふらつきある。ふらつきがある。大丈夫ですか。これ輸血の時に言われたけど、うん、運動したらあかんよっていうことを今運動したわけやんか。はい、皆さんこんにちは、隊長です。はい、今回は今回なんですけど、うん、ちょっと前回また隊長に過酷な生理の体験をしてもらったと思うんですけど、ほんまやで、マジで。ちょっとあの時はちょっと誕生日プレゼント作業をしてしまったので、うん、ちょっと今回はガチのプレゼントを持ってきました。おおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いただきました。男の子の日。はい、開けてみていい？はい、どうぞお願いします。なんこの全トータルで、なんなんこれって感じ。この間先日も体験してもらって、うんうん、その前にも何回か生理体験をしていただいてると思うんですけど、うん、まあ、コメントで男の人からのちょっと体験してみたみたいな声少なかったんですね。そりゃできひんって普通に準備は大変やで、めちゃくちゃ。献血も行きましたからね。そうやね。マイマイがだから準備してくれたから俺体験できてるけどさ、はい、体験できひんで自分でっていう。ちょっと今回簡易的に手軽に生理を体験できるものがあったので、うん、ちょっとそれを体調にプレゼントしたいなと思って。ちょっと待って待って。手軽に生理を体験できるって何なん？どういうの？これで生理が体験できるの？全然いつものセット違うよ。違います。これを一つプレゼントすれば、うん、男性でも手軽にもうすぐ数分後に生理体験ができると。マジで？はい。ちょっとその準備を実際にちょっと体調にやっていただこうかなと。おう、ぜひ。思います。はい。普通にプレゼントもらったら嬉しい。可愛いですね、うん、でまずいつものようにナプキンを。で今回ナプキンが2種類入ってると思うんですけど。うまい。そうです。小さいの大きいのと、うん、ちょっと大きいのにしようか。そうです。女性は初めの生理の初めの方は、うん、ちょっと血が多い日があるので、それで大きいのを使うんですけど、うんうん、こうつけるときに重要なのが男性ここの間、股の間、ここに着地させてほしいなと。そのコップに、うん、その血って体内から出てるものなので、うん、そんなになんか冷たいものでもないじゃないですか、うん、なので、36度から40度ぐらいの人肌ぐらいの水をそのコップに入れて、うん、まず用意してきてください。はい、行ってきます。はい、はい、まあこれ人肌温度かどうかちょっと曖昧やねんけど、はい、あの電子レンジでちょっとぬるめのやつを用意してきてるけど、これでもいい？そうです、そうです、それ大丈夫です。あ、OK、はい。はい、入ってきたけど、あの相変わらずなんていうやろな、男性は多分経験したことないこの下半身の不快感というか。慣れはしないんですか？慣れへん。ずっと濡れてるって感じですもんね。ちゃう。そんなレベルじゃない、全然。あのピタってつく瞬間とか、はい、これちょっとでもこれ動いてみ、動くとジェルがくっついてきたりとか、立ってこう座る同じ動作でも
男性の言葉で言うと気持ちが悪かった、うん、これ毎回やってんねんけど、これ冷えピタ、わかる？冷えピタ、これ毎回お腹下痢なんねんけど、まあ女性って冷えがあるやんか。だからその時に俺これを経験したから、もう世の中の女性にしっかりと伝えたいことがある。あったかいもんいるかって毛布いるかって、大事ですね、うん、やっぱめちゃくちゃ大事、はい、だってほんまにお腹寒いもんな、はい、そうですよ、うん、これやったことない男性がほとんどやろ、はい、生理体験って。そうですね、一番困んのこのセットがない時やで。パンツない。あけどこのセットってパンツも入ってるやん。はい、そうです。感動しためちゃくちゃ感動した。感動しました。うん、すげえ。血とかの実際の色を見てほしいので、はい、その入ってたその赤い粉をちょっとその水に混ぜてもらってもいいですか。うん、これどうなんの。はい、結構ちゃんと混ぜてください。はい、うわ。そしたらそのスポイトがあると思うので、そのスポイトでその赤いのを染み込ませて。ああ、こういう科学の実験みたいなのめちゃくちゃ好きやわ。真ん中から、うん、私の個人的なのだと、うん、真ん中からちょっと前ぐらいだと思います。 OK、いきます。はい、はい、あったかい。あったかい。それはそっか、うん、あ、すごい吸収してる。つかへんもん。そうですね。これさ、こういうのあったらさ、子供たちと一緒にできるよな。そうです、実験みたいでしょ、うん、楽しそうです。もう一回。はい、その2回目ぐらいが、まあ不快感がちょっと出てきて。え、触ってもいい。そうです、触ってみてください。あったかい。あ、ちょっとつく。ちょっとつきますか。うん、ちょっとつく。まあ、わからんよ。ちょっとですね、うん、ちょっとつく。ちょっとですね、うん、でもちょっとビニール手袋して待っちゃってるんでわかんないかもしれないですけど、濡れてる感じが若干あると思うんですよね。うん、あったかい。これが結構ナプキンの替え時という。ちょっとわからんから、あの、はい、触ってみていい。 あ、もうびちょびちょ。うん、ほら、あ、本当ですね、濡れてます、ね、うん、そう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 。今3回入れてもらったと思うんですけど、うん、もう4回目になるともうだいぶもう変えなきゃいけないレベルです。いやいや、これでも十分変えなあかんじゃん。けどやっぱ寝てる時って、うんうん、もっと出るんか。そうです、5、6時間とか寝るじゃないですか。確かにな。その時は変えられないので、うん、まあそのシーツに染み付いちゃったりとかする子もいますけど。ああ、漏れちゃってな。そうです、その時には羽根付きとかが。あ、そうです、そうです、羽根付きですね。そうです、固定できるやつですね。もう結構勉強してるからな。そうです、うん、まあ寝てる時は男性たちは、女性はこうこういう形になってる人もいるよっていうことだよね。見て、これはあかんねん。大洪水。あったかい。けど、もうつきます、ね、めっちゃしっかりとつく。いや、けどな、これなんよ、俺やってた。はい、そのナプキンを外してもらって。はい、こっち外していくで。はい。それを先からぐるぐる巻いてってください、うん、こう、うわ、けどむずい。あ、で、染みてますよね、後ろも。あ、ほんまや。うわ、出てんなって感じしますね。あ、それが、あ、するわ。そうです、こうやって丸めていくの。そうです、そうです。え、丸めたのを捨てるんじゃなくて、うん、ナプキンで変えるじゃないですか、うん、取ったら。あ、新しいのつけるじゃないですか。なるほど、これ新しいやんか。そうです、これをもう一回開いて新しいのを貼るときに出てくるこれ。そうです、そうです。これでこいつをこうすると。そうです、そうです。で、あの、新しいのを向き間違えずにこうすると。そうです、そうです。で、セッティングしてこれをきれいにまとめる。はい、そうです。お、すげえ。コンのテープみたいなのがついてると思う、うん、それで最後ピッて止めてるようになってます。なるほど、はい、で、してます。ちょっと持って帰ろう。もう忘れちゃう。いいことですけど、ちょっと気持ち悪いですね。え、けど、ほんま知らん人多いんちゃう？いや、僕も知らなかったです。なあ、全然知らなかったです。いや、知らんで、これ。そうですね。最後捨てようか。はい。で、これをゴミ箱に捨てると。はい。はい、こっちね。はい。
まあ、さっき隊長もおっしゃってたように、うん、まあ、準備だったりとか生理の体験をするにも、うん、まあ、男の人が自らそういう体験をするのってあんまり機会がないと言いますか、いや難しいな、難しいですよね。なので、まあ、この男の子の日っていうものを使って、うん、この動画を見てくださった男性陣には、うん、女性からプレゼントされてとか、うん、女性に言われてやるんじゃなくて、はあ、なるほど、男性自らこの男の子の日を使って、うんうん、まあ、手軽にできるので、確かにこれめっちゃ手軽にできるやんか。そうです、でも準備もこれ一つでできるわけやんか、はいはい、なんか知人とか自分の周りの友人とかに対してプレゼントしたいなって思った、うん、そうですよね、うん、でもそれを使った男性が、うん、まあ、パートナーさんとか、うん、周りの女性にチェリーのことによって深く知ったことを、うん、まあ、意見だった感想をちょっと伝えてあげたら、うん、まあ、女性はちょっと喜ぶのかなと。確かに理解を深まるよね。そうですね、まあ、女性に対しての、まあ、男性の配慮ももちろん広がるなってすごい思うな、はい、よし、いやこれは俺もプレゼントしたい、歩夢とか言う人だよな、はい、プレゼントしましょう、うん、はい、ということで今回、こういう体験を皆さんの大切な人と一緒に見て体験して、教えてほしいなと、やった時のね感想、まあ、この映画広がれば広がるだけ、さっきも言ったけど、まあ、女性の理解とかが深まって余計にね皆さんが生きやすい社会になるのかなと思います。はい、ありがとうございました。助かる命を助けるために。